え、開発中止？納得できないです。俺かてあれやん、苦渋の決断、苦渋の決断なんやこれ。だったら今までやってきたことどうなるんすか。どうにもならんさけこういう結論なんやろ。なんか言えよ。急に連絡してすまなかったね。あ、いえ、うちのね、父方が敦賀の方だったんだよ。どうだ、愛観就職の方は。あの、先生食べるか喋るかどっちかに。福井は世界企業がたくさんあるんだろう。東京の連中に負けずにバリバリやってんのか。そうっすね、ほどほどに。こないだな、同窓会来なかったろ。あの時な、タイムカプセル掘ったね。先生、カニ食べてからで。おい、掘り当ててないけど。っていうか、考古学者になってない。おいおい、何やってんだよ、掘り当てろよ。せっかく福井にいるんだろ。いや、だって僕の、ああ、すいません、小さい頃の夢が今、再び動き出した。その話もう終わってんのよ。だけど、だからもう売る当てがないわけよ。だけどもったいないじゃないですか、魔法の絨毯ですよ。あのさ、上からストップかかってんのよ、魔法切れてんのよ。だけど、まあ、今日すごいだけどっていうな。詳しく聞かせてください。うちの開発してる炭素繊維シートっていうのが旅客機のエンジンにも応用できるんだよ。炭素繊維。あのさ、言っとくけど無理よ。私が売ってみせます。はい。会話なってないし。なってなかったね。やってみないと分かりませんから。お前なんで急にそんな熱くなったの。今日境にな、年表の色が変わったんですよ。どうすると、だから、え、マジで俺も使おうかな、この言葉。おい、できたか。今やってんだよ。ちんたらやってんだよ。せっかくあの子が上司を説得してくれたんだぞ。次はお前がでかいのを掘り当てっぱんだろうが。分かってるよ。もうどうすりゃいいんだよ。あのさ、空のお城見に行かない？おお、出てますね。すごい。小さい頃見つけたの、私の夢の原点。あのさ、もう一つ見に行かない？すごい。子供の頃家族旅行で来たんだ。日本で恐竜の化石は出ないって言われてたんだけど、ある学芸員の粘り強い調査の結果、今や日本で出る恐竜化石の8割がここ福井で。え、なになに、たまたま、あ、デート。いやいや、デートじゃないです。デートでしょ、これもう。そんなことないですよ。デートじゃないです。違うんですよ。いやいや、もう笑ってんじゃねえか。笑ってんじゃねえか。イチャイチャすんなよ、お前ら。お前なんかさっき熱くなんかお前やってたじゃねえか。すげえなんかいいとこ見てる。あのいいとこやれよ、もう一回。ほら、いいよりき、ほれ。おーい、こっちでやってみて。ウィーイ、なんでお前なんだよ。この軽量、この強度、専用国福井ならではのオンリーワン技術です。複合素材にすればアルミの5倍の強度が見込めます。なるほど。ね、前向きに検討したいとは思ってるんですけども、まあこれからね、上の方に確認。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃー。ね、まあ、前向きにっていうだけでね。はい、よっしゃー。はい、よっしゃー。まあ、私たちの競合もございますから、あの採用ムードが高まっておりますけれども、もっとこれほど知りたい。申し訳ない。ありがとうございます。ありがとうございます。まだこれからです。泣くのは早いと思います。まだ始まってません。飛んだね。やれるもんだね。僕が掘り当てたものは恐竜よりも大きかっただろうか。